こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんにお教えしたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、では作り始めていきましょう。水分ですね。レーズン酵母、お水、コントレックスはタッパーの中、リスドール、イーグル、お塩はビニールの中に測っていきます。ビニールの中をね、よく混ぜてもらってからタッパーの中にある水分の方に入れていきましょう。ボールでミキシングする場合は粉類をボールに入れてもいいんですけれども、タッパーでミキシングする場合はタッパー角があるのでね、お粉先に入れてしまいますと角のところにお粉が残ってしまいますので、お水をタッパーに入れて粉類を後から注ぐようにしていきましょう。それでもね、角のところにねお粉がね溜まりがちですのでね、しっかり混ぜていってあげてください。一度ね持ち上げたりとかしてね、残ってないか確認していきます。はい、粉気がなくなったら生地を伸ばすという作業をしていきます。ゆっくりね持ち上げて2つ折りをしていきます。だいたい 5,6 回できれば OK です。最初はねグルテンができてないのでブチブチ切れてしまうと思っててください。はい、そしたらタッパーの周りを一度きれいにして20分室温に置いておきます。室温なんですけれども、まあ私たちがね心地いいという温度だと思っててください。じゃあ蓋をして20分置いておきます。はい、20分経ちましたので1回目のパンチです。先ほどと同じように生地を持ち上げて伸ばしていきます。1回2回、1回目の方がよく伸びてましたよね。3回、4回、もう1回できるかな。もうほとんど伸びなくなりましたね。1回目のパンチは5、6回やりましょう。こうすることによってね、グルテンが強くなります。はい、またねタッパーの蓋を閉めて20分置いておきましょう。はい、20分後です。2回目のパンチをしていきます。生地の状態が変わったのをね感じながら伸ばしていきます。すんごく伸びるようになりましたよね。1回目のパンチの時よりも生地がね伸びるようになってるんですね。ただ1回目しっかり伸ばすと2回目伸びにくくなります。はい、4回目です。はい、そしたらこの後発酵に入ります。発酵の状態が目で見てわかるように生地を平らにしておきましょう。輪ゴムでね今のね生地の大きさを分かるようにしておいてもらってもいいと思います。タッパーに蓋をして今このくらいなんですけども、大体に2倍ぐらいになるまで発酵させましょう。はい、生地が2倍ぐらいになりましたので、これで冷蔵庫に入れていきます。室温と冷蔵庫に入れておく時間合わせて17時間以上です。はい、17時間経ちました。大体 2.2 倍ぐらいになっています。成形をしていきます。まず生地の表面に打ち粉、まあ、私はリスドールを使っています。ベタつかないようにまんべんなくまぶしてあげたら、カードでタッパーと生地の間に隙間を作ってあげます。そしたらタッパーをひっくり返していきましょう。自然に落ちるのを待っていきますよ。タッパーに生地が残ってたら取っていきましょう。はい、こちら3分割です。1個 125g に分割していきましょう。すごいねベタつく生地ですので、打ち粉のついているところを触ってあげるようにしてくださいね。はい、大きさが違った場合はカットして移動させていきます。なるべく 125g ずつにしてほしいんですけれども、まあ、5g ずつのぐらいのね差はいいですよ。そこまでね気にしないでね楽しく作っていきましょう。はい、そうしましたらプレ成形していきます。手前からゆるくくるくるくるって巻いて、巻き終わりを下にしておきます。はい、同じようにやっていきます。
ベタつきますよね。はい、この状態で10分室温に置いておきます。このままでいいです。キャンバス地を用意しておきましょう。手前をですね、2センチ幅でくるりと蓋巻きしてください。私のキャンバス地は硬いので両サイドをクリップで留めておきます。はい、じゃあね、10分経ちましたので成形していきます。打ち粉をして全体的にね、打ち粉をまぶしていきます。少しね、生地を引っ張ってあげると伸びてきますので、伸びましたらウインナーを乗せていきましょう。2本乗せていきます。短いね、ウインナーの人は3本乗せましょうか。で、向こう側から生地を持ってきて、合わせ目のところでね、しっかり閉じていきます。で、軽く転がして、ちょっとね、ベタつくようだったら打ち粉するといいですね。キャンバス地にね、乗せるときにね、打ち粉少しついてた方がいいので、はい、両サイドをしっかりつまんで、先ほど用意しておいたキャンバス地の上に乗せていきます。で、一度山を作っていきます。はい、2本目です。打ち粉していきます。その上に生地を乗せて、全体的にね、打ち粉をまぶしていきます。はい、ちょっとね、叩きながら引っ張ってあげると伸びますので、伸ばしてあげたらウインナーを2本乗せていきます。で、向こう側から生地を持ってきて、合わせ目をしっかり閉じます。この時にね、マスタードとか乗せてあげても美味しそうですよね。はい、ベタつくのでね、気をつけてくださいね。あと生地、ウインナーが2本出るのでねじれやすいのでね、ねじらないように気をつけていきましょう。はい、一度閉じ目を真上にします。同じようにキャンバス地に乗せていきましょう。はい、山を作ります。最後の1本ですね。打ち粉をして、生地を置いてあげたら、まんべんなく打ち粉をつけて、端っこまでつけてあげるといいですね。はい、少し伸ばしてあげましたら、ウインナーを乗せていきましょう。見て閉じていきます。軽く転がして形を整えたら、両サイドをつまんでキャンバス地の上に乗せていきます。はい、この後35度で30分発酵させていきます。オーブンに余熱を入れておきましょう。最高温度で余熱を入れてってください。天板をね、入れるのを忘れないようにしてくださいね。はい、30分経ちました。ピンを外して生地をオーブンシートに移していきます。ちょっと曲がってますね。くっついてるか、大丈夫かな、取れるかな。はい、少しね、隙間開けますよ、生地同士を。くっついてるんで、一度転がして元に戻してから生地取り板にね、乗せていきます。はい、キャンバス地邪魔なので片付けてあげましょう。打ち粉をしていきます。私はリスドール使っています。かけすぎないように気をつけてくださいね。クープを4本入れていきます。これね、ハサミで切っちゃってもいいですのでね、入れにくい人はですね。はい、焼いていきます。まずですね、最高温度で5分焼いていきます。上にオーブンシートをかぶせています。オーブンシートが飛ばないように磁石で止めてあげて、スチームを入れていきます。私は石を温めてますので、石に向かって 50cc の熱と、電気オーブンの人は5分入れていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。
イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただくコートです。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、5分経ちましたので磁石とペーパーを外します。その後ね、230度に温度を下げて8分焼いていきましょう。はい、焼き上がりました。こんな感じでね、焼き上がりました。はい、じゃあカットしてみますね。3センチから4センチぐらいにね、カットしてもらって食べてもらってもいいですね。ホットドッグみたいにね、もぐもぐ食べてもらってもいいかと思います。断面はこんな感じです。ふかふかなんですよ。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編に載ってますので、詳しくはそちらをご覧ください。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。